みんな戦争で親を亡くしたんだ。うちの親はその前にいなかったけど、二人とも流行り病でさ。すまんな、思い出させて。別にいいよ、もう5年だしな。それからはパンネルの家族が面倒見てくれてたんだ。でも戦争でみんな死んだ。すまなかった。何度も謝るなって。俺だってガキじゃないんだから。もう分かってる。兄さんのことあんたのせいじゃない。悪いのは帝国だ。あんたを信じた兄さんは間違ってなかったんだ。あいつが勝手に誤解しただけだ。誤解だろうが誤解だろうが、パンネロがさらわれたのはあんたの責任じゃないか。おい、パンネロがなんだよ。おお、無事だったか。パンネロがさらわれたな。ゴルツキどもが手紙をよこしたんだ。バルフレアを名指しでな、ビエルバの魔石港に来いとな。バッガモなんよ、ナルビナに。あの子に何かあったら親御さんの墓前に何で報告すればいいんだ。ほら、さっさと助けに行け。空賊っていうのはそういうもんだろう。男の手紙に呼ばれてか。だいたいビュエルバには帝国の艦隊が集結中なんだぞ。じゃあ俺が行くよ。空賊なら飛空艇ぐらい持ってるだろ。送ってくれたら俺がパンネロを助ける。付き合うぞ。え？私もビュエルバには用がある。公爵と直談判か。頼む、送ってくれたらあんたにやるよ。手間のかかる女神ね。さっさと支度してこい。すぐ立つぞ。わかった。Thank you.
シュトラールだ。なかなかのもんだろう。すごいな、本当に空賊なんだ。俺の首で船が変えるぜ。どう、お疲れ、行けるか。なあ、スピードは？武器はついてる？イフリートよりすごいのか？教えてやってもいいが、自分で感じたいだろ。フラン、道路頼む。最短はドルストに救う。ビエルバはどうなっている？自由を保ってるよ、一応な。王女の自殺やあんたの処刑を発表して、帝国に協力したオンドールへの迎え入りさ。私が生きていると広まれば、彼は信用を失う。いやだ、この政治ってやつ。よし、上がるぞ、フラン。お行儀よくしてないとしたかんぞ。待ってろ、跳ねろ。してるか？はいよ、兄貴。よー、食うわ。アルフレアを釣る餌だからな。息が悪くちゃ話になんねえ。だから何度言わせるの？あの人とは何でもないの。兄貴、ラバナステから連絡ですぜ。ストラールが出たってよ。進路はビュエルバ目指してまっつぐだ。何でもねえ割に甘くてすっ飛んでくるじゃねえかよ。どういうこと？私が聞きたいぐらいよ。あの人とは一度会っただけで。くだくだうるせえ。その下引っこ抜いてもいいんだぜ。てめえら、アルフレアは殺すんじゃねえぞ。死体じゃ賞金は半分だ。死なねえよ、ニータブラが。大の得意です。なぎわめいてもらわないとつまらないしね。あんたは死人だ。用心してくれ。名前も出すな。無論だ。
ブース魔石港はこの先だ。最近あそこの魔石は品薄らしいが。魔石港へ行かれるんですね。僕も同行させてください。奥で用事があるのです。どういう用事だ。ではあなた方の用事は。いいだろう、ついてきな。え、助かります。俺たちの目が届くところにいろよ。その方が面倒が省ける。お互いに。お前名前は。はい、ラモンです。わかった。多分中でいろいろあるけど心配ないよな、バッシュ。